松橋明、松橋明、1992年10月6日体は、秋田県和野市出身の元スキージャンプ選手である。秋田県立花輪高等学校東海大学、マンマーのフーズ東海大学札幌スキークラブ、マイナスドリームリンク。9歳の時に和野ジャンプスポーツ少年団で競技を、始める。国際大会初出場は2008年3月2日に。 山形県のザオジャンプ台で開催されたコンチネンタルカップで27位、29位と初ポイントも獲得した。翌年のザオ大会では27位、22位であった。2011年4月、東海大学に進学。2011年にはコンチネンタルカップ、ザオ大会で自己最高の19位となった。2012年9月に、 サマーコンチネンタルカップルレハンメル大会に出場し、19位、26位となった。2013年2月2日にはワールドカップ札幌大会に初出場、30位となり、ポイントを獲得したが、続くザオ大会では33位で、総合順位は笠井よし子と同じく54位で終わった。ユニバーシアードには2回出場し、2015年の シュトゥルブスケープレソ大会では女子団体2位、混合団体3位のメンバーとなった2021年3月現役引退を表明するユニバーシアードワールドカップコンチネンタルカップありがとうございます。